どうも皆さんこんばんは、工藤です。3月3日、木曜日夜の8時42分です。はい、こんばんは。じゃあ今日もね、夜の配信やっていこうと思います。はい、今日の夜はちょっとゲームのお話を何点かしようと思ってます。はい、昨日の夜もね、プレイステーションの新しいサブスク、スパルタクスかな、のお話をしたんですけど、今日の夜も、ちょっと引き続きっていうか、まあ、また別のお話ではあるんだけど、はい、ゲームのお話を、はい、いくつかしようかなと思ってます。うん。まず一つ目がですね、Amazon の、クラウドゲーミングサービス、Luna っていうのが、アメリカの方で正式にサービスが始まったというお話です。はい、昨日の配信でも言ったんですけど、クラウドゲームっていうのが今ちょっと流行りというか、まだ流行りまで行ってないか、今ね、そのプレステ5が手に入らないとか Xbox 手に入らないとかっていう風に言われたりしてますけど、その半導体の流通が滞ってるとかね、いろんな理由はあると思うんだけど、クラウドゲームっていうのは基本的にはそういったプレステ5とか Xbox とかそういうゲーム機がなくても、パソコンとか、Android とか iPhone とかあとタブレットとかみたいなものがあれば、まあ遊べるよっていうものになります。はい、だからゲーム機とかがいらないっていうのがすごく魅力的な、サービスです、クラウドゲームっていうのは。はい、でソニーが手掛けるクラウドゲームっていうのがプレイステーションナウで、今度新しくなって、プレイステーションプラス、なんかエッセンシャルがあるか、プレイステーションプラスそのままで PS プラスエクストラに、PS Now のダウンロード可能なゲームが遊べるようになって、で PS プラスプレミアムっていうのに PlayStation Now の機能が追加されるっていう形になっていくっていう話を昨日しました。はい、なので今後多分 PlayStation の、クラウドゲームサービスっていうのは PS プラスプレミアムに、加入している人のみっていう形にはなると思います。はい、で、ソニーのライバルでもある Xboxマイクロソフトの出してる Xbox は Xbox ゲームパスに、加入している人、厳密に言うと Xbox のゲームパスアルティメットだったかな、に加入している人が、使える Xbox クラウドゲーミングっていうのがあるんだけど、それがマイクロソフトが出してるクラウドゲームのサービスになります。はい、で、他にもね、クラウドゲームを出してる会社っていうのはなんかいくつかあるらしくて、で代表的なところで言うと、今どうなんだろう、もうは日本では始まってないはずなんだけど、Google が出してるあのスタディアであったのかな、読み方っていうね、クラウドゲームサービスがあったんですよ。確か海外でね、確か正式に始まったんだけど、ただあのそれはね結構失敗しちゃって、Google のそのスタディアはね、そのゲームスタジオを閉鎖するみたいなことになったりとかしちゃって、結局サービス的にはこううまくいかなかったんですよ。はい、だから Google はちょっとクラウドゲームに乗り出したんだけど失敗したっていう結果になっちゃいました。はい、で今回その Amazon がね、Luna っていう名前のクラウドゲーミングサービスっていうのをやるっていうふうに、結構前かな、発表はね、2020年の9月に発表してたみたいだね。だから約2年前まではいかないか。1年半ぐらい前かな。に、発表して、で、同じ年の10月から、招待ユーザーのみを対象に、試験的にサービスを提供していたらしいです。なんか私もちらっとね、アーリーアクセスになんか応募するみたいなボタンが出てたのを見たんですけど、はい。
ついにそれが、アメリカで、アメリカだけで正式に始まったというお話です。はい、本当最近の話だね。3月2日のヤフーニュースとかに載ってるんで、そうだね、本当最近のお話です。はい、まあこの話聞いてもね、別に日本の皆さんは遊ぶことはできないんだけど、一応ね、今後日本にも入ってくるんじゃないかなっていうことを予想してちょっと聞いてもらえたらいいかなと思います。はい、でルナは、ゲームの画面をストリーミングで配信するサービス、まあクラウドゲーミングサービスですね。で、ユーザーのコントローラー動作操作クラウドに送信され、クラウドで処理する。うん、で基本的には、Windows、Mac、Chromebook、あ、Chromebook もあるのか今ね、iPhone、iPad、Android、Fire TV、Fire タブレットを家庭用端末として利用できる。そっか、Fire TV とかっていうあんのか、Amazon だからね。なるほど。で、そういった端末、まあ、大体どの端末でも遊べるかなって。今言った端末であれば、今の時代であれば、一人一台くらいは多分持ってると思うんだけど、スマホであれば iPhone か Android かみたいな。でタブレット、まあ、iPad とか、Android タブレットでもいけると思うんだけど、あとは最近人気の Fire TV、Fire タブレットなんかもね、持ってる人結構いるんじゃないかなと思いますね。はい。で、あとね、加えてなんですけど、Amazon の傘下である、まあ、Twitch、私がね、最近、ホライゾン・フォビドゥン・ウェストを、プレステ4の、ブロードキャスト機能を使ってライブ配信しているサイトでもあるんですけど、Twitch を使って、まあ、簡単な操作でゲーム実況もできるというふうになってます。まあ、そこはね、自社で、なんていうの、出してるゲームサービスなんで、まあ、当たり前といえば当たり前かなと思いますね。はい。で、具体的ななんかね、プランというか、ものになるのかな。なんかね、サービス内ではチャンネルっていう風に言うらしいんだけど、その利用料金もね、チャンネルごとに異なるっていう風に書いてあって、まず一つがプライムゲーミングチャンネルと呼ばれるもので、多分これ Amazon のプライム会員のことだね。Amazon のプライム会員が無料で楽しめるチャンネル。です。はい。で、ゲームのラインナップが毎月変わるって書いてあって、で、3月は、デビルメイクライ5、なんか、オブザーバーシステムレダックス、あと、フォグスか、フラッシュブラック、フラッシュバック、4作品を楽しめるっていうふうにありますけど、そうだね、デビルメイクライ5しかわかんないね。うん。海外でその他のね、3作品が人気なのかどうかはわかりませんけど、とりあえずデビルメイクライしかわかんないかな。うん、でその4作品、デビルメイクライ5を含む4作品が、とりあえず3月、プライムゲーミングっていう形で遊べるのかな。うん、プライムゲーミングチャンネルでは。はい。だからこれは、多分ね、Amazon プライムが会員になってれば、誰でも、毎月その遊べるゲームになるんだと思います。おそらくね、3月だけなんだろうね。3月の期間だけ、遊ぶことができる。クラウドゲームだから、基本的にはダウンロードするわけじゃなくて、なんていうのかな。ダウンロードするというか、ゲームのデータはダウンロードするんだけど、まあ、ネットで、難しいな。ゲーム機とか、その Windows パソコンとかにゲームのデータ自体をそこに保存しておいて、それでこうオフラインでプレイするみたいな状態じゃないから、常にオンラインで、ネットでこうデータをやり取りしながら遊ぶっていうものになるので、おそらくさっき言った4作品っていうのは本当に3月だけ遊べるものになるんじゃないかなと思います。はい。で今言ったのがプライムゲーミングっていうチャンネル。はい。で全部で6チャンネルあるんですけど、で残りが、人気のあるゲームを集めたルナプラスチャンネル、これが月額 $9.99 で、家族で楽しめるゲームを集めたファミリーチャンネル、月額 $5.99、古いゲームを集めたレトロチャンネル、月額 $4.99、パーティーゲームを集めたジャックボックスゲームズチャンネル、月額 $4.99、あと UBI ソフトの作品を楽しめる UBI ソフトプラスチャンネル、月額 $17.99 の5チャンネルがあるというふうに書いてありますね。はい。
で、このうちルナプラスチャンネルとファミリーチャンネルは3月31日までに契約すればそれぞれ月額 5.99 ドルと 2.99 ドルで楽しめる特別価格を設定していると、だそうです。まあどちらにせよ日本でのスタートはまあまだまだっていう感じで、日本どころか米国以外、まあ、アメリカ以外でのサービスっていうのは全然発表がなかったらしくて、だからアメリカでやってみて、まあ人気が出るかどうか成功するかどうかっていうところなんじゃないかな。はい。アメリカでやってみてうまくいかなかったらおそらく日本にも来ないんじゃないかなと思いますけど、Google と同じかな多分。 Google のスタディアも多分その海外でやったけどうまくいかなくて失敗して日本では来たんだっけな、ちょっと忘れましたね。確か来てなかったと思うんだけど、はい。果たしてどうなるかねっていうところだよね。確かにあの天下のアマゾンだけど、ゲームのクラウドゲームかっていう気はしますね。アマゾンはね AWS っていうそのサーバーを貸し出すサービスがね持っていて、で世界シェアナンバーワンだから、まあマイクロソフトもね、あの Azure っていうそういうなんていうのサーバーを貸し出す、やっぱ最近プログラム勉強してないからなんて言うんだっけあれ、名前忘れた、違うな、なんだっけ、名前が出てこないけど、まあそういうね、Amazon の AWS、マイクロソフトの Azure みたいな感じで、そういうサーバーをね世界中に持ってたりするんで、まあクラウドゲーム系は強いのかなっていう気はしますけど、ただ Amazon はそもそもがね別にそのゲーム会社とかではないから、自社でこうゲームを作ったりしてたわけじゃないからね、その辺がどうなるかなっていうところかな。まあデビルメイクライ5で遊べるって言ってたけど、結局 Amazon ルナオリジナルのゲームが出てくるのか出てこないのかっていう話もあるし、だよね、やっぱ遊びたいソフトがあるかどうかっていうところがやっぱ一番重要なんじゃないかなとは思いますけど、いくらその、まあ、クラウドゲームで、こう、なんだ、ゲーム機がいらないとか、いつでもどこでもネットがさえつながればゲームができるっていう風になったとして、で、クラウドゲームってね、結局その、ネットの回線が遅いと、全然ゲームできるような状態じゃないとかっていうなったりしちゃうんですよ。その、ゲーム機にそのゲームデータをこうダウンロードしてプレイしてるわけじゃないから、常にネット上のやり取りをしてそのサーバー上からデータサーバー上のデータとこうやり取りしながらゲームをするから、まあそういうなんだろうネットの速度が遅くなったりすると、まあうまくゲームが動かないとかっていう問題が起きたりすると思うんだけど、もし仮にその辺が全然、まあ、AWS のね知識というか力もあるから、アマゾンはその辺がうまくいったとしても、結局だからやりたいゲームがあるかどうかっていうところなのかなっていう気はしますね。はい。だからその点で言うと、やっぱ昨日話したプレイステーションのスパルタックスはかなりやっぱ強いなって思いますね。まあそのなんだ EA プレイの無料使用版みたいな、そのフリートライアルのサービスとか、まあ、それ以外のそのサービスがちょっとどうなるかは分かんないけど、個人的にはやっぱりその、クラシックゲーム、昔のレトロまでいかないか、プレイステーション1とか2とか3 PSP とかの昔の、名作ゲームが遊べるっていうところがかなり強いよね。あ、でも、あれはでも、クラシックゲームは別に、ストリーミングじゃないのか。そうか、ちょっと勘違いしてた。ごめんなさい。あれは多分、クラシックゲームはクラシックゲームで、多分、ダウンロードして遊ぶっていうものなんだと思いますね。
だからあくまでクラシックゲームはクラシックゲームで、プレステーションナウのストリーミングサービスはストリーミングサービスっていう感じか。うん、まあでも結局アマゾンルナが日本にやってきて契約するって聞かれたら、まあ、ちょっと どうなのかなっていうところはありますよね。うん、あプライム会員は無料でね、まず基本的に4作品毎月4作品遊べるっていうんだったら、まあまあほぼ無料で遊ぶ、ほぼ無料っていうか、まあ、プライム会員に会費払ってるんだけど、アマゾンのプライム会員ってそれこそこのアマゾンルナでゲームするためのものじゃないだけじゃないじゃないですか。アマゾンで買い物するとか、アマゾンプライムビデオ見るとかさ、それこそアマゾンミュージック、アマゾンプライムミュージック利用するとか、まあ、いろんなメリットがね、プライム会員にもあるから、だからアマゾンプライム会員入ってる人はたくさんいるんで、だからほぼね、ルナがもし日本に来たら、基本的にはもう4作品は毎月、もうなんか、アマゾンプライムのサービスに加え、今までのサービスに加えてゲームが4作品遊べるようになるっていう感じになるんじゃないかな。うん、でそれに加えてさらにこのルナでなんか別のゲーム、さっき言ったチャンネル、ルナプラスチャンネルとかファミリーチャンネルとかにお金を払って遊びたいゲームがあるんであれば、まあお金払ってね遊んだらいいんじゃないかなと思いますけど、でもどうなのかな、ルナで遊べるのに、ルナで遊べてプレイステーションとか Xbox の方で遊べないなんてことがあるんだろうか。うん、その辺が気になるよね。うん、わざわざ Amazon ルナにお金払ってゲームするくらいだったら、私だったらプレイス、今のところはね、今のところの考えとしてはプレイステーションプラスプレミアムとかにプラスでお金払ってクラシックゲームやったり、それこそストリーミングのゲームやった方が、まあまだやりたいゲームもたくさんあるんじゃないかなっていう気はしますね。うん、だよね。うん、今その Xbox のゲームパスもちょっと検討してるんですけど、うん、やりたいな、やろうかなってちょっと考えてるんですけど、Xbox のゲームパスの、ゲームパスじゃない、ゲームパスに参加することでできるその Xbox クラウドゲーミングっていうのもあるんだけど、あれもね、まあ、あんまりやりたいゲームがないっちゃないんだよね。うん。今唯一やりたいのは、スカーレットネクサス。スカーレットネクサス実はまだプレイしてないので、Xbox のクラウドゲーミングで遊べるということで、ちょっとそれだけのためにも一旦契約してみるのもありかなとか思ったりしてます。はい。なので、優先、私の中で優先度的には、だから、まずプレイステーションのプレミアムにまず参加して、加入してみて、で、それでも遊べないゲームがあるとかってなったら、Xbox ゲームパスアルティメットに加入して、Xbox クラウドゲーミングで遊ぶとか、かな。それで、それにさらに加えて Amazon ルナでしか遊べないゲームがあるとか、どうしてもルナやってみたいなってなったらルナ を契約するっていう感じかな。だってデビルメイクライ5だってもうすでにプレステ4で私買ってプレイ済みだからね、わざわざ Amazon ルナでやるかと言われると別にやらないなっていうところですね。うん、しかも3、おそらく3月限定っていうもんだから、これ多分4月になったらまた遊べるゲーム変わるんだよね、多分ね。うん。遊べなくなっちゃうから、デビルメイクライ5。だからまあ一応、ルナがね、アメリカで正式スタートしたっていうお話ではありますけど。うん。どうなるかね。どうなるかな、本当に。アメリカで成功すれば、まあ日本にも来るだろうし、まあ、うまくいかないようであれば、おそらく、なんか何事もなかったかのようにスッと消えていくのかもしれないです。はい。うん、って感じですね。はい、これがまず一つ目って言いながらもう20分ぐらい喋っちゃってるけどね。まあ残り後半はちょっとパパッといきますか。はい、
2つ目はですね、東京ゲームショウのお話です。はい、今年の東京ゲームショウ2022が、幕張メッセで9月15日から18日、15、16、17、18に、リアル開催されることが決まったそうです。はい、まあ、これはもうちょっと前のニュースか、28日のニュースでもないか、まあ、3、4日ぐらい前のニュースですけど、はい。で、3年ぶりって言ったかな、確か。コロナでね、そのリアルのイベントが、まあ、できない状況だったので、東京ゲームショウもね、ずっとオンライン開催っていう感じで、はい、やってたみたいなんですけど、今年はリアル開催するみたいです。はい。まあ、ちょっとまだコロナのね、勢いは弱まってはいないんですけど、会場に参加できる人をね、こう制限したりしながら、まあ、なんとかやっていくようです。うん。ですね。うん。あと小学生以下の入場はできないとか。うんうんうん。そう、一般来場者も入場できる。ただ多分これ抽選らしいんだよね。その参加できる人数決まってて。だから、もうすぐに埋まっちゃうんじゃないかなとも言われてるね。抽選なのかな？どうなの？早運勝ち？まあ、私は基本的にネットでね、オンライン視聴するタイプの人間なので、あんまり関係ないですけど。はい。リアル開催もするし、もちろんオンラインコンテンツにもすごい注力していくっていうふうに言ってて、だから本当ハイブリッドな東京ゲームショウになるんじゃないかって言われております。はい。いや、本当に楽しみだね、でもね。まあ、まだまだ先ですけど。あと半年以上。あと9月だから、あと7ヶ月ぐらい先の。ね。でもね、今3月3日 ?4、5、6、7、8、9、あ、6、あ、半年か。あまあ、半年とちょっとぐらいの。はい、で、東京ゲームショウですけど、はい、楽しみですね。うん、これが2つ目です。はい、で、まあ、3つ目はもう本当に軽くいくんですけど、プレイステーションのプレイステーションストアで、セールやってます。はい、エッセンシャルピックスセール、最大 80% オフのセールやってます。うん、まあ、特にこれといって欲しいものは今のところないんですけど、うん、そうですね。まあ、テイルズ・オブ・アライスとかもセールやってて、30% オフとかで買えますね。うん。なんだっけ、あ、そう、13騎兵防衛権がね、40% オフなんですけど、ちょっと私ね、これ前からね、やりたいな、気になってるのは面白いのかなっていうふうには思ってたんですけど、どうなんですかね、面白いのかなこれね。ちょっと気になってはいるんだけど、はい、どうすかな。6000円か。まあ、まだねホライゾンクリアすらできてないのであれですし、うん、さっき言ったようにその Xbox のゲームパスに加入すれば、クラウドゲームで、スカーレットネクサスもね遊べたりするんで、今ここでセールだからといってゲーム買っちゃうのはちょっともったいないかなっていう気もしたりしてます。うん、まあ、本当に欲しいゲームがあるんだったらね、まあ、買ってもいいかなと思うんですけど、個人的には今のところはさっき言った13騎兵防衛権ぐらいかな。うん、買うとしたらですかね。はい、あ、ニーヤもニーヤオートマタも、うん、半額 50% オフで売ってますね。2640円。まあ、アニメ化も決まったというところで、まあ、これを機にねちょっとゲームの方も実際にもうアニメ始まる前にプレイしておきたいっていう人はこの機に買うのもありかなとは思いますけど、
はい、まあ、そんなところですかね、うん、はい、というわけで、今日の夜は、まあ、主に Amazon ルナのお話で、アメリカでねついに正式に始まったというお話と、東京ゲームショウが、今年は、リアル開催9月15から18日でリアル開催、もちろんオンラインコンテンツも充実していてハイブリッドな東京ゲームショウになるっていうお話と、あとは今プレイステーションストアでセールやってるよっていうお話、まあ、3点お話ししてみました。はい、まあちょっとねゲームのニュースが結構最近多いのかな。今月はまたね、プレイステーションのサブスクが正式にこうスパルタックスが正式に発表されるというふうに噂もありますので、またそのお話もする機会もあるだろうし、まあルナがどう、まあさすがに3月内でどうなるかはわからないけど、うん、まあ私もね最近ゲーム配信を始めたばっかりなので、ちょっとなるべくねそういったゲームニュースの方にもこうなるべく耳を傾けてね配信していけたらなと思っております。はい、そんなところかな。はい、というわけで、今日の夜の配信はここまでにしたいと思います。それではまた明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。